今宵は山田ゲストをご紹介いたします山口大学大学院創生科学研究科教授でいらっしゃいます堤弘盛さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします早速なんですけれども堤先生のご専門は何になるんでしょうかそうですねあの専門はあのまあ高分子化学って言ってまああのいろんなあのプラスチックとか、はい、そんなのも高分子ですけれども、うんはい、まあその中で特に今 電池に使うまあ高分子の材料まあそんなところを研究してます。電池なんですね。まあ世の中にはたくさん電池はいろいろ種類があるんですけれども、まあ研究の過程というと、じゃ今後また新たなその一つの種類ということになる。そうですね。まあそれもありますし、今ある電池をもう少し軽いものにしたりとか薄くしたりとか、あるいは長持ちするようにするっていうそういうところの材料ですね。そういうところをまあ。 まあ改善できればって思ってます。あ、はい、りました。どうぞ今夜よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどつみ先生が電池を研究なさっている、はい、ということなんですけれども、その例えばどういうものになるんですかその電池っていうのは。そうですね。あの一つは今、はい、あの皆さんお持ちのあのスマートフォンとか、うんはい、ノートパソコンに入ってるあの電池っていうのはかなり。 なんて言うんですかね例えばもう1日使ったらすぐ充電しないととか、えー、あるいは途中で電池切れちゃったねっていうのはありますけれども、はい、そういうのをまあ例えばもう1週間に1回でいいとかですね、うん、そういうふうにあの、まあ、たくさん電気を蓄えられるようにしようっていうのがまず一つですね。はい、それからもう一つはやっぱりそ,の、まあ、そういう小さい電池だけじゃなくて、うん、まあ 例えば風力発電とか太陽光発電でこう電気を作ったのをまあ貯めておいてでそれをあの夜例えば太陽光だと夜は太陽出ないのでその出ない分をまあ夜使うというようなそういう使い方するまあちょっと大きめの電池とかですねそういうものにまあ応用できるまあそういう電池の材料を作るっていと,いをというこですね長くまああのいわゆる充電しなくても使えるはいう、はい。 ってなると例えば日本の場合は災害が非常に気になっていますがそういう時には本当にこういう電池があるとそうです、ね、まず命が長く持つ、ねえー、というか助けられる命も出てくるですよね。 非常時でもまあもちろん役に立ちますしあるいはその普通の生活でもまあ普段からあの使えるというところが大事ですね。ですのでまあそういう形でいくのとまあ一つはさっき申し上げたような大きな電池っていうのは今度はまあそれこそ一軒に一つあれば例えば3日分電池持つとかですねそういうことにもなりますのでまあそういう意味ではその災害時のねあのね 非常時にも役に立つ。だから一家に一台大型電池みたいな。今おまえちょっと頭の中で想像してしまったんですけど、どんな大きさになるんだろうって思いました。あの多分あの皆さんの今家にあるあの湯沸かし器とかですね。まああのぐらいですね。あのお風呂のあのガスの湯沸かし器とかありますよね。あれももうちょっと大きいぐらいで、まあ例えばまあ三日分ぐらい持てばっては思うんですけど。 あるいはもう今あの電気自動車のその電気を取り出して家で使えるようにするっていうのもありますのでまあそういう使い方もできるとは思いますだから電気自動車に積む電池もまあそういうそのたくさん電気が蓄えられるようになればますね、はい、まさしくスマートハウスままああそうですね中心になるべく研究ですよね。はい、そうう、ねまあ、ういうところで使うので使の安全性 というころろももちまああの一時期ちょっとノートパソコンが火災とか火が吹いたりとかあったんですけどそういうのにならないような材料っていうところもまあ意識してやってはいます。なるほど。それが高分子化学そうですね高分子材料に関する研究を使ってそういうことでやってるってことになります。変なこと伺いいますが現在は どうなんでしょうか。それがこう現実になることを目標としたときにですよ。<laughs> はい、はいはい。いや、まだまだあれですね。まあ、本当にまだ。基本の材料のところですので、<laughs> <ん>まあ、山でいうと二合目とかですね。<laughs> そんなところなんですけど、はい、ただ、まあ、あの電池って、その。まあ、いくつかの材料からできているので、うん、一つだけ良くなってもダメなんですね。なるほどですから。 まあ、あのいわゆるプラスの極とマイナスの極と、うん、その間に電解質っていうのが入ってるんですけど、うん、僕ら今そのの電解質のところをポリマーで作ろううっってていうことをやってます、えー、ですからその当然プラスの極とマイナスの極を作ってる材料も、うん、たくさん電気が蓄えられるようにならないと、うん、まあ意味がないんで、うん、まあその辺も含めて、えー、まあ やっていかないといけないんで、うん、そういう意味ではもう自分たちの研究グループだけじゃなくて、はい、まあいろんな人と連携していかないといけないっていうそういう状況ですね。はい、あ、ということになると、まあさまざまな分野からもいろいろ協力をしていただければ、そ,ね、それだけ早く研究が進む、はい、ということなんですね。はい、えー、そうなすね。はい、そうですね。はい、うん。現在は、はい、そういう協力の元っていうのはどういう感じなんですか？まあ今のところはですね。えー、今のところはもう 大学の中の別の中別研究室のまあ今まで大学の中って割とあのまあ,ある意味個人商店の集まりみたいな感じだったんでまあ隣は何をしてるのかなみたいな感じだったんですけどまあ今割とそういう連携していかないとまあできないことも増えてるんでまあそういう意味ではそのまあ大学の中のまず連携が出発で次はまあ大学館とかあるいはあの まあ、企業のの方とと共同研究とかですね、えー、そういう形でもっと、まあ、膨らんでいくっていうところができれば一番いいですね,ね、はい、だからもういずれですね、はい、この番組を聞いてくださった方が「<laughs> あこの間お話しされてたのはこのことだったのかと」と、うんえー、ね,ねえいう本当にそれが現実になるとかなりこう。えー 環境の部分でも今気になっている日本のエネルギーに関しても随分とよくなる研究をなさってるそういうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど,ど、はい、まあそれは例えば先生あの学生もその研究の中にはいです学生さんはだからそれぞれのテーマがあって。うんうん そのテーマをに沿って、まあ、自分なりにいろいろ工夫したりとかですね、はい、もちろんその出てきた結果を、まあ、一緒に話をしたり、まあディスカッションしたりとかですね、はい、で出てきた結果を例えば学会とかで発表したりとか、はい、まあ論文出したりとか、はい、まあそんなことですねなるほどあ。よく分かりました。でももとても期待したい 研究だなっていうのですね。はい、も楽しみです。さあここで一曲おかけしたいんですけれども、先生今日非常に多分山口県で初めて流れるんじゃないかと私は思っているんです。違ってるかもしれないけれど、私の記憶では多分初めてだと思うんですが、先生お持ちいただいた曲って何こうえっとですね、まあ長野県の出身のご出身なんですね。で多分長野県の出身者なら多分歌える。 どなたでも多分小学校まで長野県にいたら多分歌える歌で「信濃の国」っていういわゆる長野県の県民の歌というかですねそういうものですねそれをちょっと聞いていただきたいなと思ってます。先生にとってやはりふるさとというのはそうですねまあやっぱりちょっと山口と長野ってかなり離れてるんでそういうところでちょっと。ですね では、ぜひじっくり聞きたいと思いますが、一番と二番を続けて、ね、ね聞いていただきたいと思います。はい、今一度では、タイトルコールをお願いいたします。はい、えっ、ー、と、信濃の国です。ぜひ聞いてください。 さああのまあ、これからね有効なその電池が出来上がると非常に嬉しいんですけれども先生はこの研究だけでなく、まあ、大学で,あので、ね、学生たちに教えていらっしゃるわけですよね。はい、えっと学部生と大学院生に対してこの,あの、まあ、2つの学生っていうかね部、はい、分何を主に教えていらっしゃるんですか 1>, 1年生2年生 2>、えー、3年生に対してはですね一、はい、つはあのまあ専門であるまあ高分子化学っていうところで身の回りにあるまあ高分子の材料って、うん、いわゆるプラスチックとかですね、えー、そういうところから出発してまあどうやって作るのかとかですねあるいはどういう特徴があって、えー、で例えばそれはどうやって測るのかとかですね、うん、まあその辺りをまああの勉強するっていうのがまず一つありますね。うんはい まあそこのところはもう当にまに専門の話になるのでえとその辺りを勉強した学生さんがまあ今度え卒業論文とかですねそういうところでくるわけですね。でそれをより深く学びたいという院生に対してはいうで、ねはい、より詳しいものもありますし、うんうん、あと、まあ、あ公文あの高分子の 材料っていろんなところに使われているので、はい、ま例えばその生物の機能を真似して、うんうん、真似したものとかですね、えー、あるいはその医療材料ですね。えっ、ー、とまあ、例えばそのえっ、ー、と実際はま我々作ってるわけではないんですけど、うん、あの人工血管とかですね、あの人工のその ええと血液筋が流れる管ですね。えーえー、あれの材料はどうなっているのかとかですね。えー、あるいはその中はどういうふうにこう処理してあるかとか、まああの血が固まらないようにしないといけないので、うん、まあそのあたりの話とかですね。えー、まあそういうことをまあしたりしますね。はい。なるほどですね。そしてまあ一年生に向けての、はいねはい、基礎セミナーも先生なさっている。そうですね。あのまあなかなかあの高校からいきなり大学入ってきてあの みんなあの自分で勉強してねって言われてもなかなか困る部分があるのでまあそういうあの本当にまあ最初の勉強の仕方みたいな話もしますしそれからまあそれだけではなくってあの例えばその,文章の書き方ですねあのまあ極端なことを言うとそういうその技術的な内容を正しく伝える文章の書き方っていうのはおそらくまあ小中高ではあまりやってないで ってないですよね結局作文の授業っていうと、はいまあ、例えば今日朝起きて今日は遠足だみたいな、うん、そんな作文ですよね、えー、ではなくって、まあ、本当に、まあ、自分がやった例えば実験の事実をどういうふうに相手に正しく伝えるかっていうところの勉強っていうかですね、まあ、その辺だからまあそれこそあの新聞記事とかですね、はい、<laughs> そういうのからあのどういう、はいえー、例えばその 文,字のしゅあの文章の就職の構造ですねそれの話とか例えばその一つの名詞にたくさんこう就職語をくっつけちゃうとあのどれがどれを就職してるか分かんなくなっちゃうからまあそういう時は分けるとかですね、まあ、割とそういう話ですね。あとはやっぱり技術系の文章って結構約束ごともあるので、まあ、そういう約束ごとの話とかですね、まあ、そういうところをあの少し少し まあ、あの1年生のうちにそこをやっとかないとですね上の学年になってからそれをいきなりやれって言っても結構厳しいものがあるのでそういう意味でまあ1年生っていうところでまあやってる研究発表、はい、もしくはまあ論文を書く最後そういったことを知っていなければいいものができない、はいはい、ということなんでしょうね。 それとかまあある意味人の話を要約するとかですね例えば長い文章があって、うん、その中のポイントはどれっていうのを、うん、え抜き出してまとめるとか、うん、でそのまとめる時も、うん、なんかあの妙にあの、うん 大事なとこを落としちゃったりとか、えー、そういうこともあるので、まあその辺のまあ勉強も含めてと、うん、いうことで、まあ基礎セミナーっていう名前でやってます。なるほど。はい。まあそういう勉強した上でそれぞれの専門的に研究を行う,、はいうすね、ということなんでしょうね。はい,はい。はいはいはい さあそして先生先ほど伺ったんですけれどもそのいわゆる大学の中の学生たちだけにとどまらず、はい、この夏、はい、小学生対象の子どもたちに何やら楽しそうな勉強の会が行われるというふうに伺ったんですけれども、はい、なんというそうですねおもしろワクワク科学の世界ですか。 えっとですね、これはあの8月の、はい、まあ末ですね。8月の25日から27日に小野、はいはい、田のサンパークですね、えー、であの、まあ、あの会場を借りまして、はい、でそこであの、まあ、大体まあ小学生からまあ中学生ぐらいの,、はい、あの方を対象にした、まあ、例えばあの、えー、いろんな実 実際自分が手を動かして実験できるようなものをあの少しまあ実験って言っても本当簡単な実験なんですけれども、はい、まあそういうものをちょっとやる催しをやります。と、はいうことはですよ 夏休みこれちょっとギリギリですけれども <laughs> でもねなかなかこのできてないとか、ね、何やったらいいかわからないっていう子どもたちにとってはこれお助けでですすね。そう自由研究のね、えー、夏休みの自由研究のネタを探しに来てもいいですしいいです、ね、まあ,あのものによってはもうそのまま少しちょっと変えるだけで、えー、あの自由研究としてまとめられるようなものもあるかもしれません。はいただ そのままそっくり持ってってもダメなので、あの学校の先生もわかりますからね。そ,そうですね。ねだから自分,自分なりに何かうん、うん、そのオリジナルなものを足してもらうと<っ>あのできるかなって思います。この回は、はい、あのどういうことでっていうかどういう流れで開催、ねはい、されるんですか。まあ、えっ、ー、と日本科学会って言ってまあこれも化け学会なんですけど、<っ>あの日本科学 の中国四国支部っていうのがありましてそれがあの各県持ち回りでですねえとまあ毎年どこかのまあ中国四国のどこかの県で、うんはい そういう夏休みに催し物するというそういうものですね。ですから、まあ約九九年ぐらい前に一度山口は九年ぶりぐらいそうですそうです。これは貴重ですね。ぜひあのね当日たくさん来てほしいんです。そうですね。あのこれって参加はあ参加は無料ですし申し込みもいらないですか。い、らないですね。あのその日ですからあのまあ飛び込みというか来ていただいてはい。で、あのまあ少しあのえっとまあ 大学だけではなくて企業の方の展示、うん、展示というかですね山口県内のいくつかの企業様がですね、えーえー、そういうところにあのブースっていうかですね、はいまあ、そんなのを出されたりするのでそれであの ええ、そういうところでも少しいろんな研究できる、経験できそうですね。はい、ぜひですね、これ今聞かれたお母さん、お父さん、うちのカレンダーに、八月二十五日から二十七日、小野田サンパークだそうなので、はい、はい、また詳しいことはいずれあのポスターとか、ポスターとかですね。あのおそらくあのえっと小中学校のところにもあのポスターとかですね、はい、あの出るあの。 配布すると思います。ぜひ参加してそうですね。はい。大勢来ていただけるとあの前回もですね本当に数千人っていう三日間でそうですかかなりの人数来ていただいているのでまあ今年も結構多いのかなと思ってます。まさにワクワクですね。そうです。はい。さあここであのもう一曲おかけしたいんですけれどももう一曲先生ご用意いただいたのはそうですねあのアバのダンシングクイーンって言ってまあ ちょっと年代的には知らない方も多いと思うんですけれどもれ我々世代にぴったりそうです、ね、若い頃によく気た、はいえー、ちょっとあのなんか曲の感じ <laughs> 本当の曲の意味とは違うんですけど、うんうん、曲のノリとしてはちょっと元気出るなっていうそういう曲ですのででは、はい、タイトルコールをどうぞ、はいえー、とそれではアバの「ダンシングクイーン」どうぞさて先生まあこういうふうに科学をね、うん、やっていらっしゃるんですけれどもご趣味がはい 美術館とか美術館博物館巡りとかそうですね日本画を描くそうですねこれは本当最近始めたんでまだ当にあに初心者の初心者なんですけど実際に日本画をそうですねもう当にあに見よう見まねというかまだ独学でちょっとやってるんですけどまあその辺りがですねちょっと今興味のある。 ことがあって、あま,まあ実際やってみないと日本がわかんないなっていうのがあってですね、ちょっとやり、はい、やってるというところですね。ちなに先生描いてらっしゃるなどういう絵を描いてますか。今はですね、はい、あのまあどっちかっていうと、もう花ですね。花。い動かないものじゃないと難しいですから、<ー>はい。じゃあ今日本画で花を描いてらっしゃる。そうですね。はい、ということなんですね。はい。それを描いてらっしゃる時っていうのはやはり。 先生何も考えずもしくはううでし集中しないとですね <laughs>、ええ、結構あの線が太くなったりとかするんで、ええ、まあその辺難しいですねでもその趣味の日本画で分かったのは実は先生は山口学研究プロジェクトで、はい、山口から始める文化財修復と日本画の新重流とり っていうなんかタイトルを今伺ったんですねこれについてぜひゆっくりお話を伺いたいので、はいはい、あのもう一周先生、はい、ご出演いただけますでしょうかゆっくりと伺いたいと思います,、はい、いま,すまずは今夜はいろいろとお話、はい、ありがとうございました、はいはい